ウニが。皆さんこんにちは。こんにちは。アメリカ第一夜。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここまで来るのに20時間ぐらいかかってお疲れ様でした。ということで今日訪米して明日は、練習ラウンド、はい、明後日からリンゴルフフューチャーストーナメント第2回フューチャーストーナメントの決勝ラウンドが始まります、はい、ということで今日の食事は私事ですが私が潜って取ってきた昆布鯛と平貝のような食感があるホタテとうちの愛妻が作ったサラダと山盛りウニ丼です。山盛りウニ丼です。ということで明日から頑張ってください、はい、という、コメント消化コメント明日から暑いんですけど倒れないように2日間頑張ります。それだけ？なんか USLPGA でもあるんじゃないの？明日から頑張って頑張って、はい、ますとりあえず頑張ります。目標は USLPGA で回ることでしょう。そうですね、はい、最後はいはいはい、はい、初めてのアメリカでコースも知らない中なんですけど全力を尽くして USLPGA の給料を受けられるように頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。覚醒してネリーコーダーになってください。頑張ります。はい、初海外が初アメリカ。海外初海外なの？はい、このためにパスポート取ったの？はい、取りました。でワクワクしてるんですけど気温が日本と全然違う感じなので45度だったよね。45度で今でも40度ぐらいあるよ。はい、体調に気をつけて USLPGA の QT に受けられるように頑張ります。USLPGA の QT 受けられるの頑張っていいんだけど皆さんちゃんと USLPGA で活躍できるように頑張ってください。はい、ということでいただきます。いただきます。はい、どうぞ。2日目の朝です。はい、おはようございます。今日は練習ラウンドです、はい、が今回の決勝に当たって、はい、初めてのアメリカ訪問でいろいろと思っていることを話してください。はい、でまずはその昨年のリンゴルフさんのツアーを通じてアメリカに連れてきていただく機会をいただけたことが本当にありがたいなと思っています。でアメリカでプレーするのも初めてですしその USLPGA の QT とか USLPGA に挑戦するっていうのをチャンスをいただいたのもリンゴルフさんのおかげだと思うのでそこで出た結果をもとにここに来れたことがまず嬉しいです。はい、アメリカの印象は？アメリカの印象は？カリフォルニアの印象は？もう来てアメリカに住みたいって言ってる方々の気持ちがすごい分かりました。今まで思ったことなかったんですけど、うん、その竹内さんのご自宅だったりその広い日本とやっぱ違う景色を見てこんなところに住めたら幸せだろうなっていうのをすごく思いました。そう、はい、やっぱゴルフコース沿いに住みたいと思う。でもやっぱ日本とは違うゴルフ場の景色でもあるので、うん、すごい気持ちよくてまあ超リゾート系だからそうですね、ここね、ここが最高だなと思います。はい、最近のゴルフの調子はどうでしょう？そうですね、やっぱ今は8月から始まるプロテストに向けて調子を上げているところなんですけど、まあ、だんだん自分のスイングだったり試合の仕方っていうのがだんだんまとまってきたので上々な感じだと思います、はい、そう、はい、4日間ワンオーバーいけそう？頑張ります。ちょっとコース難しいけど。そうですね、やっぱ飛距離がちょっと出るタイプではないので、うん、そこがどうかなと思うんですけど、まあ、全力を尽くしてやってみたいと思います、はい、最近のゴルフで気をつけてることは？はい、最近のゴルフで気をつけてることはそうですね、やっぱり飛距離が出る方ではないので狙ったところにどれだけこうターゲットに対して打っていけるかっていうのが自分のゴルフだと思うので、あとはそのショートゲームはとても自分でも好きなので、まあ、そこの良さを
こう出せるように日々心がけています。はい、はい、分かりました。はい、ということで、はい、今日はまあ練習ラウンドですけど、はい、明日から頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。アメリカ、デイ2です。はい、今日からゴルフが始まります。はい、今日は練習ラウンドですけども、はい、初アメリカ、はい、感想は？初アメリカで初海外なんですけど。初海外、はい、初パスポートしよう。はい、珍しいよね今時。はい海外の経験がなかったので、すごいアメリカはなんか自分の中では不思議な国というか、なんかその日本人以外の方がたくさんいらっしゃる国で、そのコースもアメリカのコースでゴルフができるということで、すごい1週間幸せに感じてます。うん、そう最近のゴルフの調子は？最近は先月ぐらいまでアイアンの調子がすごい良くて、アイアンで結構ついてたことあったんですけど、最近タイミングが合わなくて、プレテストも近いんですけど、なんか今調整段階にいるので、まあ、今日練習ラウンドで1日で調整少しして、明日からの4日間はアイアンでビシバシつけられるように頑張りたいと思います。はい、USLPGA に挑戦したいなとか、はい、ちょっと思ってきました。はい、思いました。日本と違う感じのゴルフ場で、なんかまだ回ってないんですけど、これから回って、なんかすごいコースの感じとかがいいなって、自分に合うなって思ったら、余計にあの USLPGA に挑みたいなとも思うし、チャンスがプロテストだけじゃないっていうのがすごい自分の中でなんかすごい広く感じるっていうか、なんか視野が広くなるっていうか、なんかそういう感じで思うので、今の若いうちにどんどん挑戦して、いつかは世界でも通用できるようなプロゴルファーになるために、ここで特訓したいと思います。はい、はい、ところでさ、今までアメリカなんて考えたことなかった？全くなかったです。全くなかった？はい。そうなんだ。で、はい、その USLPGA の QT が日程が重なってないとか、はい、そんなこと自体も全然知らなかった。全然知らなかったです。もう頭の中は日本のプロテストだけみたいな。はい、そうです。みんなサードティアの女の子たちって知らないのかね？多分そんなに、まあなんか海外とかよく行ってる子たちは多分他の QT とかも受けようってなるんですけど、日本でずっとやってる子たちは多分海外は頭にないと思います。そうなの？はい。でリンゴの出るので知らなかった？そういうのも全然知らなかった。考えなかったもなかった。はい、あ、そうなんだ。はい、まあじゃあこれをチャンスに、はい、ユリカみたいに、はい、USLPGA の一時 QT は8月の末にあるので、はい、そこに参加できるように、はい、今回ワンオーバー以内なんで、はい、明日から4日間、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、おはようございます。おはようございます。初のアメリカの印象はどうですか？なんだろう、なんか何もかもが大きくて広いですそう、まあゴルフ場まで行ってないから印象は分かんないけど、でもまあちょっとこんな感じなんだけど、ここはウェスティンミッションヒルズのゴルフ場で、ミッションヒルズカントリークラブのゴルフ場じゃないのよ。だからここはやらないんだけどね、うんうん、まあいろいろ聞きたかったことなんだけど、今までそのアメリカに挑戦するとか、そういうことを考えたことありました？アメリカはあんまり考えてなかったんですけど、でも結構ジュニアの時にアジア系は行ってアジアで試合はしてたので、うん、まあなんだろう、機会があったらアメリカもこう、まあ、行く行くは行きたいなと思ってた感じです。アメリカの QT と日本のプロテストの日にちが重ならないのは知ってた？あ、知ってました。はい、あ、知ってたんだ。うん、みんなサードティアのことはみんな知ってんのかな？知ってるんじゃないですか、うん、多分。やっぱりハードル高いやアメリカ君の。なんかまあ費用面で多分一番かかるのかな。そうだよね、うん、日本ってそんな高くないよね確かプロテストも。
プロテストを受ける、まあ高くないわけではないですけど、やっぱ海外来るってなると、それだけで飛行機、渡航費かかるので。まあそうだよね。はい、宿泊費もかかるし。そうですね。まあアメリカだと、QT の参加費用いくらだったっけ ?3000 ドルぐらいだったから、確か。で、プラス、なんだかんだで、こっち来るのに、そうだよね。最低100万円はかかるもんね。だからそう考えると、うん、なかなか大変だけど。アメリカっていうか違う海外に行ってる声も多いんです、結構。え、どこ行ってるの？オーストラリアとか、まあ、韓国、台湾、うん、中国はわかんないですけど、結構いろんな過去みんな行ってます。ヨーロッパ行ってる人とかもいます。あ、そうなんだ。はい。で、それっていうのは、賞金的にはどうなの？どうなんですかね。ステップと同じか、でもオーストラリアとかだったら結構ちゃんともらえてるんですよね。あ、そうなの？カテゴリーにもよると思うんですけど、うん、ステップアップよりいいの？いいとこもあると思います。あ、そうなんだ。ちゃんと韓国の上とかだったらもうあの APJ とかはないですし、韓国の女子のツアーっていうのは賞金額的には日本と変わらないの？なんか今は結構大きくなって一番上だったらあんまり変わらないみたいです。私も詳しくわかんないんですけど。あ、そうなんだ。はい、自分で行ってサードとか4個ぐらいあるんです、多分カテゴリーが。4つもあるの？結構いっぱいあるんですよ、韓国は。あ、そうなんだ。そこに行っている方はいます。あ、そう。で、日本人で、で、日本のプロテスト受かってないけど、向こうでプレイしてるっていう子いるんだ。あ、そんな結構バラエティに飛んでる。そうです、飛んできたのね。今出ましたね、ここ数年はすごい。そうなんだ、はい、ということで、最近のゴルフの調子はどうでしょうか？最近は、あんま悪くはないかなって感じなので。ね、はい。アンダーバシバシ出てる。そうですね。お、そうなんだ。はい。10回やるとどのぐらい出るのかな？10回やったらどのぐらい出てるんですかね。でも半分ぐらいは出てるんじゃないかな、試合とかも。そう。はい。ベストスコアは今までの？64です。 64？ はい。パー72で8アンダー。はい。ここのコースは、やるのはトーナメントコースとピート台のコースを、回りますが、去年の、カットがワンオーバーだったでしょ。あの、QT のカットが、まあ、それで、セカンド QT 行って、受かった子っていうのを見てると4ラウンドで、5アンダー以下ぐらいの子がやっぱりセカンド QT 通ってるんで、まあ、2アンダーペースぐらいで回れれば、十分通用するっていう、なんていうのかな、指標にもなるんで、明日から4日間頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ということで、はい、インタビューおしまい。ありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。あんまり早くないけど、いよいよ今日からゴルフが始まります。今トーナメントコース1番 T に立って、これから、練習ラウンドをやります。練習ラウンドはアナインスピレーションメジャーで使われた T でやりたいと思います。明日からの本チャンは、少々短い、青 T バック T でやっていきたいと思いますので、頑張ってください。はい。今日の勝負は、翔か竹内チームと、スミレ由美チームになりました。ということで、ビシビシと、本気でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。チームメイトの翔花選手、アメリカ第1打ドライバーナイスショー。はい、笹原由美選手、アメリカ第1打。ど真ん中、和田すみれ選手、海外第1打。
初海外ティーショット第1打です。ちょっと右、あれはちょっとスタイミーかな。はい、皆さんお疲れ様でした。暑い中すごく暑かった初日ですから、今日はこの辺でやめて家に帰って涼みたいと思います。笹原選手から、はい、回った感想をお願いします。そうですね、距離で、今日は QT の T じゃなくてちょっとアナ長めのトーナメント T だった。アナインスピレーションのメジャートーナメント T だったかな。多分200ヤードぐらい長いかな。なんか思ったよりコースは結構ストレート目で、なんか淡々とやっていったら意外にスコア出るのかなって思う。と思うでしょ、なかなかできないんだよそれは。なので難しいのよ。できるように頑張りたいと思う。はい、翔華選手なんとイーブンパー、初めて回ったところで、はい。ティーショットすごい大事になってくるかなっていう印象でした。あとはグリーンも傾斜があるとこあるので、ちゃんと考えて回れればいいかなと思います。はい、スミレ選手、はい、初めて回ってみて、ドライバーはしっかりとなんかセカンドが狙える位置に打てるといいところから打てて、その後はちょっと飛んでいたことが多かったので、グリーン奥の難しい方に外してたことが今日は多かったので、明日からはそこを気をつけてラウンドしたいと思います。はい、じゃあ明日から本番なんで、ピート代は、練習時間ないんですけど、まあ元気があったらこれから 2,3 ホールやってもいいけど元気ないよね。帰りましょう家に。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。